です。今年の春、高校生になった私は念願のバイトを始めることができたのですが。ちょっとともよくん、いつになったら3番テーブル片付けるの？すいません。店員さん、こっちまだ？ずっと待ってるんだけど。申し訳ございません、ただいま伺います。シングルマザーだったお母さん、私が10歳の時に再婚した相手はどうしようもない乱暴でダメな人でした。昼間からお酒を煽ってパチンコへ行き、お金が尽きれば母を怒鳴りつけ、ついでに私にも当たり散らす。そんな蛮行が2年ほど続いたある日、とうとうお母さんはどこかへいなくなってしまいました。日を追うごとに家は汚くなり、ご飯も買い置きのインスタントばかりになりました。そんな生活でも成長期の体は育つもので、特にその脅威ばかりが非常識なほどにすくすくと。いくらなんでも育ちすぎじゃないか。徐々に同級生や先生の目が気になり始めたある日、父に下着のことを相談することにしたのですが。お父さん、私下着買いたいんだけど。ああ、私も中学生だし、下着くらいちゃんとしたの買いたい。ごくつぶしのくせに金ばっか欲しがるな、おめえは。その銭はどっから出すんだ？稼げもしねえんだから、その薄汚ねえ口を閉じて勘でも持ってこい。結局卒業までろくな肌着を買ってもらうことはありませんでした。高校生になり、成績優秀者はアルバイトができたので、父には黙って働き始めることにしました。これでもうお小遣いには困らない、好きな下着も買える、そう思っていましたが。ともよくん、君ね、声は小さい、顔に覇気はない、目も合わせない、お客様と接する仕事だって分かっていてうちに来たんだよね。はい、すみません。すみませんじゃなくてね、お客様対応は店の顔なんだよ。顔分かる？今まではそのでかい父で許されてきたのかもしれないけど、社会じゃそんなの通じないんだよ。いえ、そんな。何？僕が間違ってるって言うの？ずいぶんでかい態度だね。父がでかいと態度もでかくなるの？下を見ない、こっちを見る。引っ込み思案の私にはお仕事は想像よりも辛いものでした。バイトに時間と体力を取られ、徐々に成績まで落ちていきます。お父さんが怖い、お仕事が怖い、勉強も身が入らない、何もかもに潰されそうになって、それでもお金が必要だったから頑張りました。そして初めての給料日、どんなブラ買おうかな、可愛いのがいいな。でも大きいサイズのはバリエが少ないんだっけ、どうしようかな。ともよ、ずいぶんとご機嫌だな。隠れて稼いだ金でも入ったか？おい、バレてる。パパに初任給をくれるなんていい子だな。じゃあキャバ行ってくるから飯作ってけよ、ラッキー。ひどいよ。結局くたびれ切ってサイズも合わない下着をこれからも着回す羽目になりました。怖さ、悔しさ、徒労感、その夜は一晩中泣き止むことはありませんでした。翌日土曜日だったので、泣き晴らした顔をクラスメートに見せずに済むことを安心しました。しかしバイト先でまた店長に嫌味を言われることを考えると気が沈みました。おはようございます。恐る恐るバイト先へ行くと、店長の姿ともう一人、先輩のバイトの二人だけでした。大学生の凛子先輩、整った容姿、派手な金髪、ハキハキと喋って光るように笑う、そして何もかも正反対の私にも優しく接してくれる、数少ない今の私が頼れる人です。おはよう。あれ、ともよちゃんひどい顔、どうしたの？誰にやられたの？なんでもないです。大丈夫ですから、ごめんなさい。ともよくん、また化粧もせずにそんな。ちょっと店長、女の子が泣いてたのに責めないの、あげるよ。リンコくん、嘘毛と言ってくれたまえ、僕も泣いちゃうぞ。すみません、リンコさんも、その、ありがとうございます。また何十分も怒られるかなと思ってたけど、リンコさんが茶化してくれたからか、すんなりお仕事に入れました。お疲れ様でした。ああ、ちょい待ち、ともよちゃん。リンコさん。ねえ、朝何があったのさ。いや、その何もなくて、本当に。大丈夫大丈夫、お姉さんに言ってみなさい。
ね、パンケーキをおごたるし。店長、ケーキセット2つ。え、あ、はい。凛子さんの勢いに押し負け、私は話し始めました。バイトのお金を取られたこと、父がどうしようもない人間であること、もうずっとちゃんとした生活を送れていないこと。話が進むにつれ、凛子さんの顔つきがどんどん険しくなっていきました。智代ちゃん、あのさ、よそのうちに首突っ込むのは良くないなって思うけどさ、絶対ヤバだよそれ。おかしいよ、通報だよ通報。だ、大丈夫ですから。それに私もうここを辞めると思いますし。え、嘘、なんでさ。学校に言われたんです、これ以上成績が下がったらバイトの許可は出せないって。智代ちゃん、よし、ならうちが勉強見てあげる。え、いやそんな、これ以上ご迷惑を。いいからいいから、智代ちゃんいなくなっちゃったら私も店長も寂しいもん。それにこう見えて私大学入ってんだからね、高校の勉強の内容くらいわかるし。あ、でも、え、ね、決まりね、明日からうち来てね。私は勢いに再び押しまけ、凛子さんのマンションで勉強を見てもらうことにしました。今日からよろしくお願いします。うん、よろしくね。ってバイトのために会ってんじゃん、ウケる。ほら入って入って。凛子さんの部屋はパステルカラーを基調とした可愛らしくも落ち着いた雰囲気。凛子さん自身もモリモリなヘアスタイルに、部屋着とは思えないおしゃれな服装、メイクもネイルもバッチリで、私とは大違い。凛子さん胸大きいのにブラも可愛いな。私はふとそんなことを考えてぼーっとしていました。智代ちゃん顔が赤いよ、リンゴ病結核、サナトリウム行く？え、いえ、なんでもないです。それから私はバイトが終わるたびに凛子さんの家へ通うようになりました。凛子さんはとても優しい人で、教えるのもとても上手でした。成績も徐々に良くなり、バイトの許可の取り下げも心配なくなりました。そんなある日のこと。智代ちゃん来た？今ね、超散らかってんの、めっちゃ寝ててメイクもできてなくて、マジブスだしごめんね。そんなことないです。ちょい待ってね、マッハで片すから。あ、私も手伝います。凛子さんの部屋は言いほど散らかっておらず、片付けると言っても乾いた洗濯物を畳むだけでした。その中にひときわ私の目を引く、あでやかで繊細、いかにも高そうなブラ。私もこんな綺麗な下着をつけたいな。うちのブラ眺めてどうしたの？食べちゃダメだよ。ただ食べませんよ、このブラ可愛いなって。いっしょこれ、お気に。サイズもセンスも合うやつなかなかなくて。智代ちゃんもそうでしょ、めんどいよね。あ、地雷った、マジ無神経でごめんね。実はよくないよそれ、形崩れるしあざなるじゃん。私中学入る前から育ってきてて、一回父にお願いしたんですけど、ごくつぶし呼ばわりされて、高校入ったらやっとバイトできるって思ったのに、お金取られて。ねえ智代ちゃん、今日はお勉強休みしてさ、ちょっとお外出よっか。え、快晴の空、二人で向かった先は近くのショッピングモール。凛子さんは私にランジェリーの上下をプレゼントしてくれました。凛子さん、ありがとうございます。でもさすがに黒は大人っぽすぎないかな。絶対似合うって、それうちに感謝だよね。って出前八丁味噌、本当に嬉しくて、さっきまで悔しさと情けなさでこぼしそうになった涙が、今度は喜びと感謝で流れ落ちました。しかしとうとう、ある日バイトを終えた帰り道、仕事帰りのサラリーマンと遊び回る学生で混雑した街の中、タバコの匂いをまといパチンコ屋から出てきた見るからに不機嫌な父に会ってしまいました。お父さん。智代、金よこせ、吸ったんだわ。私だってないよ。せえぞガキ、ないならないで作るんだよ。てめえ最近色気づいた下着つけてんじゃねえかよ。いや、あやだ。ああ、そこの兄ちゃん、現役高校生の下着だ、2万で売るぞ。信じられない、娘の服を外で、しかも人前で。おい無視すんな、じゃあ1万5000円だ。何逃げてんだこれ、おいこら。ちょっとおっさん。うっ、なんだ、なんこのクソ、お前なんだじゃないし、クソじゃないし、アマでもないし、どう見ても婦女暴行でしょ今の。お姉さん見たかんね。凛子さん、けんな、こ
こっちは家族だガキ、一家団らんに水差してんじゃねえぞこのっだ。都合よく家族なんて言っても、トモヨちゃんからいろいろ聞いてるし、そもそも路上で女の子脱がせて大丈夫なわけないっしょ。ポリコ、うちが呼んでおいたの。さっきね、声かける前に目撃者の多さもあり、父はそのままお縄になりました。家だけでなく出先でも問題を起こしていたようで、業務妨害、暴行、窃盗、不法侵入、器物破損、出るわ出るわの余罪の山。もうこの男と顔を合わせることはお葬式までないでしょう。その後私はネグレクトの被害者として保護され、無事に学校生活、バイト生活を元通り送れるようになりました。そして店長、2番テーブル様退店しました。お疲れ様、トモヨくん。まかないでもどうだい、育ってるところがもっと育つよ。店長、それもろセクハラ。うちらも出るとこ出ちゃうよ。品がないですよ店長、ないのは髪の毛だけにしてください。トモヨくん、君までそんなひどいことを言うのかね。母が去り、父が捕まり、家では一人になりましたが、口は悪くとも優しい人に囲まれて、私は今日も元気です。